だよ、なかなか。え、いい感じ。土屋さんめちゃめちゃ楽しそうですよ。いや、楽しい楽しい。もうルビコンっていう名前がついてると、例えば横でね、泊まると、お、ルビコンだって、ちょっとなんかかっこいいですよね。そうですね、モテますよ、多分。モテますか。はい、モテると思います。いきますか。ジープの方がモテるよ、モテるです。テリー土屋の車の話、始まりました。はい、イエーイ。来てますよね、私たちは。やっぱさ、うん、雪道は楽しいね。楽しいですよね。やっぱ楽しい車だから楽しいね。そうですね。あ、なるほど、ね、確かにね、うん、雪道やっぱり四駆乗るとワクワクするじゃないですか。どうしてもね、あとやっぱりあれですよね、こうあの雪の多い国っていうかね、うん、ところに来るとそういう四駆の車多いですよね。多い多い、全然多い、はい、だって安心だもん、うん、ね。さあ今日は、はい、というわけで今回も、群馬県にあります群馬のサイクルスポーツセンターにお邪魔しております。最初群祭ですね。はい、そうです、はい、でこの群祭の雪景色にふさわしい、うん、こんな企画を用意しました、はい、題して雪道に強い車特集でございます。いいじゃないですか、ね、いいじゃないですか。分かりやすくね、ちょっとね、快適になりますよね。はい、はい、でこれからですね、アメリカと日本それぞれを代表しますアウトドア向きの車2台に登場してもらって、うんうん、はい、その車が雪道にどれぐらい強いのかを私たち MC3人で見て乗って確かめようという企画ですね。ってことはジャッジしていいんですか。あ、そうです。まあまあまあ、はい、どっちがいいかどっちもいいと思うんですけど、ね、あ、そうですか。まあまあそのあたり見ていきたいんですが、はい、今回ご紹介する車はこちらの2台です。はい、まずはですね、こちらアメリカのアウトドア向きの車ということで、うん、ラングラージープですね。ジープラングラ持ってきていただいたのがサンオタスのロイクさんです。ロイクさん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ジープはかっこいいね。かっこいいでしょ、うん、かっこいい、うん、ラングラー、どのあたりが雪道に強いポイントを教えてください。四駆じゃないですか。四駆、そうですね、うん、あと、まあ、オフロードとして、うん、まあ、特にこの車種、あのルビコンという車種がもう完璧な、はい、オフロードの車、はい、普通のジープとルビコンとの差って何なんですか。四駆 の、 あのセレクトトラックで両方ともあるんですけど、この車だけあのロックトラックがついてますね、うん、これルビコンっていう名前がついてると、例えば横でね、止まると、お、ルビコンだってちょっとなんかかっこいいですよ ね、 そ う、 ですね。そういう意味で言うとやっぱりちょっとね、あと正直な話、売る時にもリセールバリューつきますから。もちろんです。ルビコンの方が高いの、ね、高いです、一番高いです。いくらするのこれ。内緒900万です。900万。これがね、別に内緒しなくてもいいよ。これがちょっと正直言って、ちょっと最近のねラングラージープはね、ちょっと高いかなっていうのが正直な、まあまあ、ラングラージープファンにとってはちょっとそういう思いがね、はいはい、ありますね。え、安いのだといくらぐらいあるんですか。まあ、同じあのラングラのサハラというモデルだと、うん、まあ、980万ぐらいですかね。変わんないじゃん。サハラはね、ちょっと上級装備がいろいろついてるんですよ、サハラは。あ、そう。そうそう、高級な感じの、ちょっとラグジュアリーより。うん、はい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 、で、もうルビコンは、もうガツガツ岩登るぜよりみたいな。なるほどね、はい、あ。じゃあ、東京で乗ってるような人は、はい、そのラグジュアリー系の人。そう、サハラの方が居心地はいいかも。あ、そうか、そういうこと。はい、もう、もともとね、いい車ですからね。まあ、ちょっと見ていきましょうか。はいはい。うん、はい、ね、まず、この外観は、どこがこれ。武骨でいいじゃない、ところで。ね、このバンパーなんかもね、熊に当たったって大丈夫だよ、ね、めちゃ、うんうん、めちゃ強そうだよこれ。確かに、ね、確かに、ね、熊もいけそうです。いや、熊もしかもいけるよ、うん、これ、ね、でね、これ実は、はい、僕前のモデル乗ってるんですね、今も。あ、そうなの。え、してね、これ実はこの今のですね、現行モデルボディが大きくなってるにもかかわらず、取り回しがいい。そしてですね、小回りが効きますよね。効きます。今までだったら、例えばまあ、例えばスーパーの駐車場やるとき、一回ね、切り返ししなくちゃいけなかったところでも、これ平気なんです。あ、じゃあ角度が切れるんだ。切れるようになりましたよね。うん、すごく。そういう意味で言うと、いや、でもかっこいいね。かっこいいですよね。これ、こんなね、ルビコン、うん、これがやっぱりちょっとね、あの、まあ、これでそそるんですよ。あ、そう。まあ、あのラングラーね、好きにとっては。ルビコン、ね。で、これホイールはやっぱ違うんですか。今は、ウィンタータイヤついてるから、うん、はい、ホイールも違いますね。本当のホイールは後ろにあのスペアタイヤになってますね。これだ。17インチ。はいはいはい。こっちの方がやっぱちょっと見た目が
ちょっとワイルドですよね。そう、ワイルドです、うんうん、ちゃんとウィリスジープ あの絵がついてますね、うんうん、そうです。あ、これね、そうそうそう、これ一番初期のね、あ、なるほど、対戦中のやつですね。ドアとか屋根とか全部取れますよね、確かね。全部外せます。あ、そう、屋根もあのここから上まで取れますね、全部。あ、そう、この部分、はい、で、もちろんドアも。え、ドアも取れちゃうの？ドアも取れます。日本はダメですけどね。ダメだよね。ダメですね。ダメだよね、ドア取れたら。全部取れてフロントガラスも確かこうなるんじゃなかったですか？そうですよね。前に何もなくなっちゃう。それは日本ではダメなんです。ダメだよね。ダメですよ。どうですか？あ、でも足元広いね、これ、うん、ね、足首まですっぽり入るよ、うん、あ、だから狭さは感じない。で、意外とね、これ今日出してませんけど、うん、オーディオもいいんですよ。なかなかね、オーディオもいいしね、居心地いいよ。そうなんですよ。でね、あんまりだらしない格好しなくて、意外とフィシッとね、うん、凛とした形で乗ってるといいでしょ。いいよ、うん、いいんですよ。いや、足元が入るからさ、うん、狭さを感じない。そうそう。でね、ちょっとアイポイントが高いでしょ、後部座席でも、うんうん、だから前に人が乗ってるんですけど、運転しても意外となんか開放感があるんですよね、うん。見た目にはちょっと見てください、ほら、なんか、はい、これあれですか、全部このパープルというか、あ、まあ、ボルドーですか、ボルドーカラーですか。色いいですね。はい、そうです、そうです。全部これ一緒、全部一緒だ、あの中がこれね、ルビコンは全部赤ですね。そうです、そうです、そうです、うん、まあ、ちょっとボルドー系のね、うん、でこういうのをさ、あとジープっていろいろさ、カスタムパーツが多いから、うん、それぞれなんかね、それこそまあいろんな自分の趣味に合わせてやれるっていう楽しみがあるよね。確かに。これエンジンはどのくらいの排気量なんですか？4気筒 あの2リッターターボのガソリン。あ、割とちっちゃいんだね。でも馬力は、274もあります。うん、だって重いでしょこれ。まあ2トンちょっとあります、ね。これリッターどれですか？リッター11.5 ぐらい。そんな走るの？そうです。そのぐらい、まあまあ、でも実際のは7-8だね。まあそう、実際7-8で、これはレギュラー、レギュラーで、レギュラーでいいんですよ。それは大きい。アメリカっていうか外国の車でレギュラーってなかなか珍しくて、大体みんな早くなんですけど、このジープは昔からレギュラーっていうのがね。ちょっと後ろ見てみますか。特に中、あの前、特殊なところありますよ。はい、どこでしょうか。冬、はい、あのシートヒーターもついてるし、うん、ハンドルヒーターもついてますよ。豪華、豪華。そうね、昔のジープから考えられないですよね。考えられます、ね、考えられないですね。あ、それはいいね。快適だ、快適仕様。じゃあこれをちょっと開けます。はい。これこういう風に入れて。あ、いいじゃん、いいじゃん。はい、ね。で、こうですね。あ、いい、いい、いい。これいいね。そうですよ。すごくね、やりやすいし。ね、結構フルフラットに近いんで、これ眠れますね。いや、ちょっと一枚ね、マットレスみたいに引くと。確かに。これいいかもかんない。なんか後ろのロールバーがもうすごい強そう。そうね、車検証入れがおしゃれ。荷物入る。これ何かわかります？あそこの下、これ何ですか？これ、これですか？はい、何ですか？何のためにあるか。書いてあるの？屋根を外すと、ここにネジ入れるんですよ。ああ、うんうん、ロフとかドアとか。ああ、ネジ入れ。ネジ入れ、どこ行っちゃうとね、困っちゃうからね。そうそう、嬉しいね。よく考えられてる。うん、これちょっと、土屋さん、横になってよ。これキャンプいいね。ね、キャンプいい、ね。ほらほらほら。余裕だ。まあ、余裕だよね。これ二人寝れる。寝れるよね。ほんと。全然いいよ、これ。いいよね、ちょっとほら。うん、確かに、これ全然いい。いや、全然いいよ。いいよね。いや、そうなんですよ。でね、うん、これもなんか、上取っちゃったらね、快適だよね、夏なんかね。最高ですね。あ、夏はいい。はい、ありがとうございます。もういいの？いいですよ。あ、そう。ありがとうございます。いや、でもいいよね。いや、いいよ。こういう車ってさ、買うとさ、こういうことするじゃない。するする。こういうのが、なんか、ウキウキするよね。なあ、確かに。で、もう正直な話言って、あのこの前のね、能登なんかのね、新車の時にみんな車中泊してるじゃないですか。でもね、こうやって寝れるといいね、なんか安心だよね。だからね、今正直言ってこうやってフルフラットに近い車が売れてるんですよ。そういうふうなんか、まあ万が一にね、ああいう状況の中に誰しもね、日本はだって災害国だから。そうなんですよ。だからこういう車に乗ったら安心だよ。確かに。いい、いい、これはなかなかいいぞ。いいんですよ、はい。
では土屋さん、はい、お願いします。了解です。ジープ久々だ。おお、めちゃいいぜ。え、めちゃいいドラクション。どこでも行けそうですね。あ、いや、めっちゃいいよ、本当に。前、誰運転してんの？あれはヒロキ。ヒロキでしょ。え、ヒロキじゃない、ヒロキくんですよ、多分。うん、世界10位。また、世界10位の実力見せようとしてんだ、あれ。そうなんだよね、あいつね。やりすぎだよね。あ、やっぱ重いから押してっちゃうな。出てた。ちょっとやりすぎだよね。まあ、それしょうがないよね。これ、だって土屋さんも一生懸命走らなきゃいけないじゃん。一生懸命走ってますよ、本当に。いや、トルクあるな、これ。2リッターターボ。トルクありすぎるんですよ。2リッターターボ、トルクある。ブレーキもいい感じだ。重いからさ、押してっちゃう。でも、これはあれだな。確かに。俺じゃ運転できないな。下りは押してっちゃうよ。あと、雪道をさ、はい、こんな飛ばしてる人いないよね。確かにね。こんな走りしてる人ってさ、仕事にしてる人しかいないよ。いや、そりゃそうです。さすがに雪の上でドリフトやるからないんですよ。あと、この走りを必要とするのかどうかわからない。そりゃそうだ。危ないよ、これ。いい感じだよ、なかなか。え、いい感じ。めちゃめちゃ楽しそうですよ。いや、楽しい楽しい。もう危ないよ。雪道でジープなんかめっちゃいいよ。え、雪道でジープなんかめっちゃいい。やっと牛車だからこそ。そう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 、こういう使い方で。いや、めっちゃ楽しい。普段こういう車乗ってないでしょ。うん、めったに乗らないよね。だからめったに乗らないから、うん、なんとか感覚がつかめるんですか。まあ、雪道はしょっちゅう走るからね。でもなんか雪道でジープはモテると思う。いや、モテるモテる、ね、めっちゃモテる。安心感が半端ない、うん、雪道ジープは。確かに。だいぶ違う意味でデンジャラスですけど、ね、ジープは確かにもうちょっとリーズナブルでガンガン使える車であってほしいですよね。そうだね。土屋さん、偉いわ。なぜかというと、前の後ろは自分でできるじゃない。うん、後ろは前に合わせなきゃいけないから。まあ、そうだね。ね、そう、4人乗りですからね、こっち。うん、すごいな、土屋さん、偉いな。やばいわ。いや、いいね、雪道ジープは本当安心だね。うん、うん、あ、俺は土屋さんが、そう、ああ、ちょっと遊んでましたよ。安心だ、めっちゃ安心だ。安心安全ジープだよ、雪道は。楽ちん。いかがでしたか。やっぱりさ、うん、ジープは楽っていうかね、うん、こう安心感っていうか、高い位置から見下ろせるし、で、四角いから運転しやすい。こうなるな。うん、自分がドライバーとして乗った場合は、あのラングラーの方がもしかしたらアイポイント高いから楽しいかもわかんないよね。うん、だからそれあとはまあね、雰囲気はありますよね。まあ、あとはそれこそいつもいつも雪道なわけじゃないから、ね、だけどさ、シーズンでね、まあ、雪道はもう史上最強なんだけど、うん、都会でもかっこいいんだよ。まあね、だからその時にね、あとはお値段ですね。お値段ね。お値段ですよ。でも400万円分持てますよ、多分。持てますか。はい、持てると思います。行きますか。ジープの方が持てるよ。持てるです。野生的な女にはモテるかもな。野生的な女に、まあ今、まあ、かっこいいから900万で買いましたっていう感じ。こっち、うん、こっち、うん、で、こっち、まあ、かっこいいはこっち。ああ、そうか。いや、かっこいいもん、かっこいい。うん、はい、ではロイクさん、吉田さん、久保さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、これ雪道でいろいろ楽しみたいと思います。どう、さよなら。さよなら。てか、ロイクさん何も喋ってない。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の
車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでもおなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。